そのだじっとく、そのだじっとくから九百十七年二月十八日は、日本の実業家、政治家、薩摩国出身、明治維新後開拓士として、北海道函館に渡り、同志をはじめとする道南地方の経済発展に、貢献した。函館選挙、函館伝統賞及び、北海道銀行創業者、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在、新た村にて、 薩摩藩主の園田彦江門、新夫妻の長男として生まれる。藩主と土義の故障となった、彼は1866年、藩主に従い上洛し、賭場、伏見の戦いに、黒田清鷹の部下として参加した。1872年、北海道開拓市に出資した後、1874年に起こった佐賀の乱では、大久保敏道の密使となり、1877年の、 西南戦争に参加した、彼は功を挙げて、軍六等に助せられた。1882年、北海道運輸会社の創立に関わって、同社函館支店長となり、函館根室間の航路を開いた。北海道炭鉱鉄道の創立発起人となり理事に、就任、現函館本線、函館駅小樽駅間の鉄道開発に尽力した。 その後も、安倍工人らと共に北海道セメント会社や、函館選挙会社の総、日本の近代競馬黎明期の有力者でもあり、1900年に発足した北海道共同競馬会社の発起人の一人に、名を連ねている。また、東京馬筆改良会社にあって、目黒競馬場の建設に携わり、道場を使用した公認競馬会の一つである、日本競馬会の会長も務めた。 馬主としても、木黒の大鳥神社近辺に旧舎を構え、菅野小次郎を専属騎手として雇用した。主な所有馬に、1910年の目黒提出、五章天に優勝、当時随一の名馬と歌われた忍がいる。また、菅野の弟子である後の大美慶子と、小形東吉が騎手として初勝利を挙げた。北園も、実徳の所有馬であった。 1887年には、亀田郡儀教村にあった、北海道町儀教や牧養場の払い下げを受けて、その田牧場を経営。道場で生まれた騎手の武国彦は、実弟彦七の孫でまた老いにあたる。長女の信は、西郷隆盛の息子、西郷虎太郎に嫁いだ。ありがとうございます。